抗病原性鳥インフルエンザウイルス症、期間系済培養した鳥インフルエンザウイルスの透0電子顕微鏡像。鳥インフルエンザとは A 型インフルエンザウイルスが鳥類に感染して起きる鳥類の感染症である。鳥インフルエンザとも表記される。また、鳥インフルもしくは鳥フルと略称されることがある。なお俗に、これらの原因となる鳥インフルエンザウイルスのことを 略して鳥インフルエンザと呼ぶこともある。水菌類の長管で増殖し、鳥寒では噴を媒介に感染する。水菌類では感染しても縮主は発症しない。ウイルスの中には、過菌類の鶏うずら、斜面鳥等に感染すると、非常に高い病原性をもたらすものがある。このようなタイプを高病原性鳥インフルエンザと呼び、世界中の養鶏産業にとって脅威となっている。 ウイルスの病原性は、OIE の定める判定基準に従って、判定される。家畜伝染病予防法では、課金に感染する A 型インフルエンザウイルスのうち、波系に関わらず病原性の高い株による、感染症を高病原性取りインフルエンザ、病原性は低いが、H5 もしくは H7 系である株による、 感染症低病原性鳥インフルエンザとして、それぞれ法定伝染病に、H5 及び h 7系以外の A 系で、低病原性のものを鳥インフルエンザとして、届け伝染病に指定して区別している。鳥インフルエンザとは、文字通り、鳥のインフルエンザであり、人が感染するインフルエンザとは別物である。人のインフルエンザの原因となる、ヒトインフルエンザウイルスと、 鳥インフルエンザの原因となる鳥インフルエンザウイルスは感染対象となる動物が異なるため一般的には鳥インフルエンザウイルスが人に直接感染する能力は低くまた感染しても人から人への伝染は起こりにくいと考えられているしかし大量のウイルスとの接触や宿主の体質などによって人に感染するケースも報告されており H5N1 や K ウイルスなどでは 課金と接触した人間への感染、発病が報告されている。ただし感染者は人型と鳥型のインフルエンザウイルスに対するレセプターを有していた。また、人インフルエンザウイルス自体が水鳥の鳥インフルエンザウイルスが何らかの過程で変異して生まれたものだと考えられているため、鳥インフルエンザウイルスと人インフルエンザウイルスが混じり合って変異し、 人の間で感染する能力を持つウイルスが生まれ、新型インフルエンザが発生する危険性も指摘されている。将来それが爆発的感染を引き起こす可能性があることから、鳥インフルエンザの感染の動向が注視されている。インフルエンザウイルスの中で鳥類に感染するのは A 型であり、抗原型では×と多くの組み合わせがある。種の壁があるため、人には 人インフルエンザ、鳥類には鳥インフルエンザのみが感染すると見られてきたが、近年、人に感染する高病原性鳥インフルエンザが現れた。高病原性鳥インフルエンザの人への感染例は少ない。日本の農林水産省は2004年3月9日、経肉や軽卵を食べることによって、人に感染したという事例の報告はないと公表した。しかし、 感染者の死亡率は1997年の流行では30%であったが、2004年の流行では60から70%と、極めて毒性が強力に変異している。ただし、これらの死亡率は、血清学的調査が行われていないため、本来の意味としての死亡率とは異なると指摘する専門家もいる。また、鳥インフルエンザウイルスは加熱すれば感染性がなくなる。 食品中にウイルスがあっても十分に加熱して食べれば感染の心配はない。日本の農林水産省は過筋肉は十分加熱して食べてください。未加熱または加熱不十分なままで食べることは食中毒を予防する観点からもお勧めできません。そして過筋卵は国内では生で食べることを考えて生産されていますが不安な方や体調の悪い方は 加熱することをお勧めします。と呼びかけた。人インフルエンザで現在まで流行を繰り返してきた方は罰である。その他、家畜の豚馬ミンク、野生のアザラシクジラの感染が知られている。人に感染するタイプのウイルスは、水徴期限のウイルスが豚に感染し、豚の体内でウイルスが変異したという仮説があり、 遺伝子解読による進化系統分析の裏付け研究がなされている。H5N1 型の鳥インフルエンザウイルスは、鳥から鳥に感染するものであり、稀に人に感染することがあるが、ヒトインフルエンザウイルスと異なり、人から人への感染拡大は確認されていない。しかし、鳥インフルエンザウイルスの感染が広域化、長期化しているため、豚や人の体内で突然変異する。 危険性が高まっている。多くのウイルス学者らは、人新型インフルエンザの発生が15から20年の周期で起きる可能性をすでに1980年代後半から示唆しており、最後の新型インフルエンザ発生にあたる1977年のソ連風邪から20年後に発生した香港鳥インフルエンザが、新型人インフルエンザとして大流行する危険性を指摘している。 世界保健機関も、香港1997年型の発生直後から、鳥インフルエンザの監視体制を強化しており、2005年には、世界各地で流行している鳥インフルエンザが、いつ突然変異で新型ヒトインフルエンザになって、世界的な大流行を起こしても、おかしくないと警告している。そうなった場合、最大で5億人が死亡すると試算されている。 人から人へ感染するウイルスへと変異した場合の人体に対する毒性であるが、現状存在するインフルエンザウイルスとの遺伝子交雑で生まれた新型インフルエンザウイルスの場合、毒性は減少すると考えられている。しかし、人インフルエンザウイルスと交雑せず、H5N1 単体で突然変異を起こし、人への感染力を持った場合は、 現状の強毒性を保ったままの可能性がある。これは、スペイン風邪とソ連風邪のウイルス型が同一であったにもかかわらず、死者数に大きな違いがあったことの原因の一つではないかと考えられている。鳥用ワクチンが開発されているが、ウイルスの感染を完全回避はできず発症を抑えるものである。そのため、日本では鳥インフルエンザウイルスの感染拡大の阻止には、 無力であると誤解されている。また、ワクチンを使用すると、抗体検査による感染通り区別が不可能となり、摘発淘汰が困難になると言われているが、接種方法の工夫によりそれは回避できる。海外のワクチンを使用した地域では、ウイルス撲滅に成功している。しかし、日本では使用は禁止されている。鶏からのウイルスの排出量が激減して、 流行を抑えられる可能性が高いため、養鶏業界からはワクチンの接種を認めるように求める声が2011年2月、現在高まっている。よって、有効な撲滅法は発生地点の5から1 0トル範囲の鶏等を直ちに摘発到達することである鳥インフルエンザウイルスが変異して人に感染する。 新型インフルエンザが大流行した場合、一時的な対策として、ウイルスの増加を抑制する、ノイラミニダーゼ阻害薬であるオセルタミビルとザナミビルが、有効であろうと期待されている。オセルタミビルは、スイスのロシュ社、またザナミビルは、英国のグラクソスミスクライン社でしか製造されていない、ため、現在、アメリカやヨーロッパなど、世界中から需要が集中し、日本が確保するのは、 困難な状況である現状ではワクチンはまだ臨床試験の段階でプレパンデミックワクチンと呼ばれている川岡義弘東京大学医科学研究所教授が開発したリバースジェネティクス法により作られている本来のワクチンの開発には新型インフルエンザが発生してからその株を元に開発するため半年以上かかると言われており その間の対応の際に使用するものである。そのため、過労や寝不足を避ける、手洗い、うがいをするなどの防衛施策を日頃から徹底するしかない。H5N1 型の流行状況、課金課野鳥が死亡、人と課金課野鳥が死亡,死亡1997年の香港での発廃による死者発生の際には、直ちに香港全域の鳥淘汰の措置が取られ、 パンデミックが回避された。3期間は2004年1月27日、アジアでの鳥インフルエンザについて、世界的な流行を引き起こす、非常に危険な人間の伝染病に変異する可能性があると警告する共同声明を発表した。2005年、東南アジアで猛威を振るっている、高病原性トリインフルエンザウイルス H5N1 型が、欧州でも相次ぎ確認され、 世界的な危機が高まっている。世界保健機関の統計によると、東南アジア各国で11月までに鳥インフルエンザで62人が死亡している。また、アジアでは2003年後半以降、133人が高病原性鳥インフルエンザに感染し、68人が死亡している。中国では課金の飼育数が150億恥格もあり、 世界の5分の1を占めている。また、中国では、切り身の生肉だけではなく、ケージに入れられた鳥、歯と、うずらアヒルが生きたままの状態でも売られている。ベトナムのメコンデルタ地域が、鳥インフルエンザの発生と人への感染が顕著である。同地域は、家族単位で、多数の鶏やアヒルの放し飼いが、一般的で、広範囲に移動するために鳥インフルエンザウイルスが、 伝染しやすく衛生管理が行き届かないため、課金飼育の計画化や衛生管理の徹底が急務とされる。2006年8月16日、ベトナム保健省は、同国で今月、鳥インフルエンザによく似た症状で死亡した30代の2人の男性患者が、検査の結果いずれも高病原性、H5N1 型ウイルス陰性だったことが判明したことを受けて、 鳥インフルエンザの新型ウイルスが存在する疑いがあるとして警戒を呼びかけた。また、同省時間は H5N1 型ウイルスが検出されなかったのはウイルスの変異か遺伝子交換で新型ウイルスが生じた可能性があると述べた。ベトナム政府は8月8日、鳥インフルエンザ対策と H5N1 型ウイルスの対人感染予防対策の強化を指示した。 2007年2月13日、ベトナムの農業、地方開発省は鳥インフルエンザを基本的に制圧したと発表した。インドネシアでも鳥インフルエンザウイルスが人にも感染し死者が出ていることが知られていた。世界保健機関の協力で2005年になって鳥インフルエンザでの死者が12月までに9人出ていることが分かった。ロシアではモスクワ周辺で 鳥インフルエンザの感染が確認されていたが、ウクライナでの公式確認は2005年12月までなかった。ウイルスが見つかった地域に非常事態宣言を発令し、政府がウイルスの詳しい調査や住民の健康診断などを実施した。世界の30カ国の政府高官による鳥インフルエンザ対策会議が、 カナダのオタワで2005年10月25日から2日間の日程で開かれた。同会議では感染発生や国連をはじめとする国際機関の主導的役割の重要性を確認する全部で18項目の声明を発表した。同声明では鳥から人へのウイルスの感染に関する研究推進や関連機関同士のネットワーク拡充を勧告している。 2006年ロシアのサンクトペテルブルクで開催される G8 サミットでアジアを中心に広がる鳥インフルエンザへの対策を最優先課題とした。イラワジチャオプラヤアメコン経済協力戦略に参加するタイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムの5カ国の首脳会議が2005年11月1日から3日までタイのバンコクで開かれ鳥インフルエンザ防止などで合意した。 鳥インフルエンザ対策として、監視、対応システムの強化、課金、家畜の監視、地域の監視速応ネットワーク、参加国間の情報交換で一致した。世界保健機関が2005年11月7日から9日まで、鳥インフルエンザ対策の専門家会議を、ジュネーブで開いた。北半球が冬を迎え、渡り鳥のトライなどで、世界的な感染拡大が懸念されるため、 治療薬などの確保などの対策が話し合われた。また、アフリカ、南米など開発途上国で発生した場合の財政支援も課題に上った。米国が71億ドルの対策を打ち出している。2005年11月29日、国連食糧農業機関は、鳥インフルエンザの人間への感染予防には、課金の間でのウイルス感染を防ぐことが重要であり、 一部の感染国で行われている都市での野鳥駆除は鳥インフルエンザの予防として意味がなく課金の感染防止活動への注意をそらすものだと警告した。2005年12月22日、世界保健機関の西太平洋地域事務局長は中国での感染の状況について鎮静化しつつあると見るのは時期尚早であり、人の感染がさらに出ても驚くには当たらないと。 警告し、中国側に対策を強化するように促した。また鳥インフルエンザに感染した鳥から採取した鳥インフルエンザウイルスのサンプルが中国から全く提供されていないことを明らかにした。疫学的な面では、厚生労働省、国立感染症研究所、養鶏関連などについては、農林水産省、野鳥については、環境省が主体となって対応を行っている。 ブルセラ症や伝達性海面上脳症と同じく家畜伝染病予防法に基づく家畜伝染病の一つに指定されている。感染が確認され、次第都道府県知事の権限により殺処分命令が発せられ、これに基づいて殺処分が実施されることとなっている。また、発生要求上から半径数キロメートルから数十キロメートル圏内の 他の養鶏場で飼育される鳥の検査と未感染であることが確認されるまで鳥生態や鶏卵の移動を自粛する要請を行う。2004年2月、テレビ朝日などが日本初の感染と大々的に報じたのは京都府船江郡京丹波町の浅田農産だが、ほとんど報道されていなかっただけですでに大分県、山口県、岡山県、宮崎県などで小規模な発生が見られていた。 浅田農産では、これまでにない大量死を不審に思った社長が、鳥インフルエンザであることを強く疑ったものの、謎の大量死が発生している、胸の匿名の電話通報が保健所にあるまで、創業会長の指示で隠蔽したために時間線を、招くほどの事態となった。しかし、この一例を除けば、迅速な密閉撲滅作戦により、いずれも小規模で、収束させ国内での蔓延を免れた。 これは、日本独自の貿易手法で、ウイルス発生の疑いの段階で、処分、移動停止、畜舎や運送車の消毒が、家畜保険衛生所、民間の獣医師、農家、関係業者らの連携のもと一斉に行われる。鳥インフルエンザのほか、過去に、肯定期も密閉撲滅作戦で鎮圧した。日本と中国で、鳥インフルエンザが流行したため相互に、鳥の輸入が禁止され、 近親交配の弊害を避けるため予定していた日本と中国での時の交換が延期された。また、1万1の鳥インフルエンザ発生による全滅などのリスクを分散させるため、2007年12月に時4話が東京の多摩動物公園に移送され、非公開の下で分散飼育が開始された。詳細経過台湾で H6N1 系に属するインフルエンザの発生が、 確認された。12月17日、中国厚生省の衛生当局は、12月6日に、肺炎で亡くなった南昇市の73歳女性から、H10N8 型のトリインフルエンザウイルスが検出されたと発表した。H10 系列の人間への感染は初めて。韓国全羅北道、高明田群と武安軍のアヒル農場から、H5N8 亜系が検出され、2万羽が、 殺処分された H5N8 の検出は韓国で初めてである。ありがとうございます。